こんにちは、HK スノスガです。今日は、元禄の企画で、HK スの R35 GTR を、富士スピードウェイに持ってきました。今までラジアルタイヤでのタイム、ベストタイムは、1分48秒94でしたが、今回はなんと、スリックタイヤを履いての初のタイムアタックとなります。果たして何秒出るのでしょうか。GTR でタイムアタックしました。なんとタイヤ横浜のスリックタイヤです。18インチのちょっとねノーマルよりも外径がちょっと小さめのタイヤなんですけども、意外と HKS のサスペンションよくできてて、一度だけちょっとテストしたんですけど、少しだけバネレートを上げてスリックに合わせた感じですね。でダンパーの方は全然問題なく、かなりやっぱねノーマルのタイヤと比べてスリックタイヤ強力なグリップがあるんで、GTR がね全然違う車になりますね。ただやっぱちょっと車重が重いので、いくらスリックといえでもちょっとね車重にタイヤが少し曲げちゃうところがあって、その辺がちょっと残念ですけど、あとエンジンはねもう完璧ですね。本当にどっからでも気持ちよく吹き上がって、本当に同じトルクで同じパワーが出てる感じで、ずっとそのシフトアップポイントまでずっと綺麗に回っていく、ストレートエンドもかなりスピード出てますから、最高にいい車です。Thank you.